やれやれ、面倒なことになったな。ジュン、ミキコ、離れてろ。いたぶって楽しむ時間はなさそうだ。警察が来る前に片をつける。全部作った嘘だった。初めから全て。あの事件の後だって、真帆たちを殺した奴とも知らず、のうのうと生きてきた。
どんな気分だよ。なんで平気でいられる、この悪魔が。ミキ、こう、やめろ。もっと早く、こうするべきだった。ミキコ、お前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。お前と別れた頃の俺もそうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。なあ母ちゃん、俺のことも嘘だったのか、嘘だったのかよ。またやられた。東のおっさん弱いな。うるせえ、負けてやってんだよ。もう一回やるぞ。いいぜ、絶対負けねえし。おう、カイトーの兄貴。いてててて。まだ無理しないでください。大変な状態だったみたいですから。3日も寝てたんだぞ。3日も。ミキコは無事なのか。うん、ずっとカイトーのおっさんをつきっきりで見てたけど、さすがに疲れてたみたいでな。フラフラになってたから白樺のおっさんが休ませるって言って連れて行ったよ。お前は母ちゃんについて行かなかったのか。うん、俺は